それでは始めます。最初に不正に関する質問からお願いします。滝島庁舎の対象をコスモタワー、うん、そういうような狙いがある。いや、もともとコスモタワーと呼ばれてた区域もあるんでね、これからまあ庁舎だけではないんでね、我々だけが入ってるビルじゃないんで、そういうこうまあマイナスのイメージからちょっと変えていこうということです。大きな変化ではないと思います。うん、大きな変化ではありません。やっぱり対象のことって元々のコスモタワーというか、うん、テナントの皆さんも元々コスモタワーと呼ばれたことがあるんでね、やっぱりそういうふうにこう愛称統一する方が、入っていただいているテナントさんたちにもテナントさんたちもその方が、いろいろと広報しやすいということもあったんで、そういう名前をにしました、統一をしました。仕事の土砂の動かれたみたいですけど、脱、うん、出コースの経緯。いや、本来はね、事業者が、速やかに撤去すべき話なんですけども、その事業者の今のスピード感見てると、こう来年梅雨の時期に、土砂が、流れ出すそういう恐れもある。これやっぱり地域の皆さん方の安全確保のためにも。早期に速やかに土砂撤去するためには、やはり行政として、乗り出していこうということです。経費については、事業者、その今回、土砂を積んだ業者に請求いたします。出発にあたってはまずは1回の方に土砂を計上するということになる。そうですね、そうなります。12月までの1回もう早期にやります。本に関して他ございませんでしょうか。IR 法案が審議する見通しですが、うん、いかがでしょうか。いや、まあ時間かかりましたね。一番最初に、議員立法ですから、多数の議員が法案を提出したのですね、もうそのまま審議されないまま3年ですよ。この国の成長戦略、今安倍内閣が掲げている観光立国日本、数値目標は2020年には4000万人、2030年には6000万人。6000万というと世界一になりますからね。それを実現するためにやはりさらなるね、新しい、そういうこうインバウンドのお客さんへの魅力を拡充していくのは、これはもう必要条件だと思ってます。だから IR というのはまあカジノということでネガティブな話されますけど、今シンガポール型のカジノでいくとカジノエリアは 3% だし、それ以外にも今ホテル不足がこれだけ言われている中で、ホテルや劇場、コンベンションホール、こういうものをセットでね、民間投資で作り上げるというものですから、ぜひ早期に、まあ、今回は基本法ですから成立させていただいて、実際の、こう確保実務をする、こう実施法に、切り替えていってもらいたいと思ってます。もう民進党の嫌がらせだけはね、勘弁してもらいたいなと思ってます。今日新聞見ててもね、元総理の野田幹事長、国会の延長はもう国民をバカにした話だとか言うけど、バカにしてるのはあの人たちなんでね、
なぜ延長しなければならないのかというと、彼らが日程を人質にして審議しなかったからなんでね。要は審議に応じない、それから委員会を開会を邪魔する、ボイコットする、そういうことで日程が伸びてきてるんだよね。まあきちっと彼らが仕事をすればね、会議内に収まる話を、自分たちがそういう形でね、まあ政局にこう持っていくとか、自分たちの、こう支持率確保のためにまあ仕事しなかったからこういうことになるんでね、もうきちっと決めるべきものは、日本のために決めるべきものは決めてもらいたい。だから IR 法案についてもまあごちゃごちゃも急ぐべきじゃないとかなんとか言ってるけど、自分たちが審議に応じればいいだけの話です、ね、本当にもう日本のためになってない。彼らもう日本をもう本当に日本のために働くつもりがあるかどうかね、もう不思議でしょうがない。よろしいでしょうか、今後に関しましては。それでは声明に移らせていただきます。政務に関する質問を受けします。先週金曜日に総務省の方から政党交付金の使途について平成27年分の発表ありましたけれども、分裂騒ぎ27年ありましたが、その中で500万円ずつ双方に議員に、国会議員に交付したということで、そのあたり当時の経緯を振り返って、その金額面でのわだかまりというかしこりはないもんだというふうにお考えでしょうか。いや、金額面でというか、当時分裂をするかどうか話の時にそれぞれ、経費が必要なんでね、例えば今の維新の会の本部の人件費だとか、各支部にも人を雇い入れてる、そういう部分もあるんでね、政治家の側がいろんな形で分裂するかどうか揉めてる中でね、スタッフに迷惑かけれないんで、だからそのスタッフの経費としてはこれは双方が確保しようということで一致したということです。その中で最終的に回答してですね、個々に返納された額がおよそ2億円ということなんですけれども、当時余った分は個々に返納しようということで合意もされているかと思うんですが、2億円という金額については何か。いや、これも当時も申し上げたけども、スタッフ の, 経費、人件費についてはね、これはやっぱり、雇ってる側がしっかり責任を取るということですから、その部分を外して、残ったお金については国庫に返納すると、その金額が2億円だったと、こういうことです。他はございませんでしょうか。特別区についてなんですけれども、その6区には限らないということになります。いや、だから特別区の話はこれからです。法定協議会の中でね、まだ一切その特別区の設計図、協議書、まだ議論も何もスタートしない。前回の5区の案はこれは否決廃案になってますから、今案がないわけです。だから幅広く区割りについても検討していくと、その中に一つとして6区というのは維新の PT でそういう話が、浮かび上がってきたということです。で、前回もの法定区の中で7区っていう案はちょっとやっぱり財政的に、運営ができないというような前回の法定協議会で、さまざまな資料、だとか、そういうものを、仕事を積み上げる中で財源をそこに当て込む中で7区は厳しいという答えが出てるんで、
まあ、7区以下と、区割りは考えていくというのが、まあ、ごく普通の、まあ、話かなと思いますね。国案は一度否決されていますけれども、中身を変えた国案というのもまだ可能性としてはあり得る。これからです。だからまず今の時点では一切の設計図はありません。もう一度ゼロから作り上げるわけで、これは国案についてもね、前回と同じ、全く同じものはありません。そういう中で違う形でね、6区以下で、財政的に成り立つ特別区ということが議論の叩き台の、まあ土台となってくるわけですから、だからその6区までの範囲の中で、さまざまな、パターンの議論を、これ来年の2月で議会にご了解いただいてね、4月からやりたいと思ってます。よろしいでしょうか。それでは終了いたします。ありがとうございました。